らしいです。じゃーん、今日はブルックでフリマイベントです。今日はハロウィンです。今日すごい、もうお店の様子が普段と全然違う感じで、だいぶショット今日はもうね、雑貨屋さんですよね、ここね。インポートユーズをクロージングで、ね、なるほど、これゲームいいですね、子供向けゲームが、バスケゴールがついてます。絶対に入らない、絶対入んない、ちっちゃい、はあ、すごいな。さあ、というわけでお疲れ様です、バナダです。今回はね、千歳烏山のブルックという友人がね、京平くんがやってる、ヘアサロンで、今回フリマですね、フレアマーケットに参加させていただきました。ちょっとね、まさかの開店前からね、並んでいただくという感じで、ね、私に会いに来ていただいた視聴者の方とか、フリマをね、楽しみに来てくださった方とか、結構盛り上がって本当に嬉しい時間でございました。実はね、多分私、何時にいついつここにいますみたいな感じで、居場所を公開してイベントやるのって実は初めてだったのでね、本当人来てくれるのかなってちょっと心配だったんですけど、もう朝からね、夜遅くまでたくさんの方にお会いできて本当に嬉しく思いました。まあ、視聴者の方以外にもね、友人関係の方とか、日頃お世話になっている方とか、いろんな方が来てくださって、ね、本当にいろいろお話ができて嬉しかったです。またね、多分このヘアサロンブルックでのフレアマーケットまたやると思いますので、まあ、千歳烏山までまた足を運んでいただけたら幸いです。本当に来てくださった皆さん、ありがとうございました。差し入れも美味しくいただきました。さあ、というわけでこの日は池袋パルコのパルコファクトリーに行ってまいりました。ギャラリーですね、この日はですね、リ・パビリオンという、イベントが開催されておりました。池袋パルコ開業55周年を記念し、株式会社 R11R による特別なアートエキシビジョンということで、展示がメインですね。見て楽しむような内容のイベントになっておりました。で、こちらのリパビリオンなんですけど、僕も知ってるアーティストさんですね、好きなアーティストさんがたくさん出展されていて、特にコラボですね、コラボレーションで非常にこうなんか胸熱なコラボレーションとかの作品を見れたっていうのもあって、非常に楽しい展示でございました。入場料は1000円ということで、10月28日ですね、ちょっとこの動画をアップしている頃にはもう終わってしまってるんですけど、あ、ギリギリ間に合ってるかもしれませんね。最終日月曜日なので、この動画日曜日にアップできていればまだ、次の日、翌週、翌日ですね、間に合いますね。そう、ぜひこれは行ってみていただきたいです。本当にいろんなアーティストさんね、ソフトビニールフィギュアとかを作ってる方とか、カプセルトイとかね、知ってる方とか、またイラストレーターさんとか、いろんな本当に、まあ、インスタレーション的に楽しめる空間となっていましたので、本当におすすめでございます。で、このリーパビリオンなんですけども、まあ、再構築を意味するリー、そして博覧会を意味するパビリオンで、莫大な可能性を意味するビリオンを掛け合わせた造語とのことですね。こちらが株式会社 R11R さんとプロデューサーの柴崎和樹氏によって企画されたという今回のリパビリオンというイベントでございました。で、初開催となる今回はカオスをテーマに、現代アーティストからイラストレーター、デザイナー、著名メーカーから老舗企業まで、さまざまな業種業界から気鋭のアーティストクリエイターが参加します。また会場では総勢50名以上のアーティストによる完全新作の展示販売のみならず、リパビリオンにより実現した貴重なコラボレーション作品の抽選販売を予定しておりますと。もうこのコラボですね、コラボレーション作品はもう本当に面白かったです。で、特にね、僕の中でピックアップさせていただくと、藤崎拓馬さんというね、モールアーティスト大好きな方なんですけど、藤崎さんとギャロミさんというね、ソフトビニールトイを制作している方、もうこの
このお二方がね、まさかのコラボで衝撃でございました。まあ、お二方の SNS を見ると、何やらこうね、本業の方でのね、つながりがあったみたいで、今回こういった形でコラボが実現したみたいなんですけど、まあ、非常にこうね、嬉しい、そしてこう胸が高鳴るコラボレーションでした。で、さらにこのギャロミさんと、こちらの青いネオンさんのネオンですね、こちらも僕大ネオン店大好きで、東京タワーでね、前回開催されてましたけども、大ネオン店の、主催でもある青いネオンさんの作品ということでギャロミさんとコラボしておりました。いや、まさか青いネオンさんと、あのナイスネオン浴でおなじみの青いネオンさんですが、まさかのコラボレーションで、ここはちょっと衝撃びっくりなコラボでございました。で、あとね、あの知っている方だと滝佐々木さんとか、スネーカーヘッズの東京ガンズさんですね。東京ガンズさんのこのコラボレーションイラストめちゃめちゃ可愛かったですね。もう非常に素晴らしかったです。いや、本当にもうね、結構滞在多分1時間弱ぐらいいました。本当、まあアーティストのね、数も50名以上っていうことで、もうここで多分、もう写真も多分撮りきれてないですね。本当に、ここでは紹介しきれないね、たくさんのコラボアイテムとか、いろんな新作の展示とかもあったので、明日、月曜日まだ行ってない方はぜひ行ってみてはいかがでしょう。最終入場は18時、閉場ということなので、5時半までに行ければまだ明日見れますね。ちょっと本当に楽しかったです。で、M'さんのね、ムーブも新作展示してありました。スタチューがね、ムーブスタチュー展示してましたので、こちらも見応えたっぷりでございました。ハイプオレンジ、いいですね。このオレンジがね、今回結構新作っていう感じのカラーなんですけど、皆さんどちらがお好きですかね。僕はこの、オフホワイトっぽいね、ちょっとこの白ベースのムーブちゃん、今回オレンジのやつがちょっとこうね、バージルアブローの、ルイ・ヴィトンにいる時のバージルアブローのね、感じをすごい感じたんですけど、まあ、それぐらいちょっとね、ラグジュアリーさのあるホワイトってね、なかなかまた M' さんっぽくていいなという感じでございました。こちらの会場で一応ね、抽選販売がメインなんですけど、ちょっとしたお土産的な感じでね、ちょっと買ったものがあるので、後半の最近のね、ディグった可愛いもの紹介で紹介させていただければと思います。とりあえず会場から以上です。さあ、というわけで最近購入した可愛いアイテムたちの紹介なんですけど、まずはこちらですね。こちら、マボさんという方の、まあ、マボさんといえばね、この僕は置物が最近購入したアイテムで、ちょっとインテリアにも馴染むようなこういった置物、僕はデスクに置いてるんですけど、まあ、そんなマボさんはね、今回僕が買ったのはこの書籍ですね、ブックなんですけど、これアートブック的な感じなんですけど、これね、めちゃめちゃときめいちゃいました。まあ、なぜかというと、学生の頃ですね、こういうのをめちゃくちゃ作りたくて、写真をね、趣味で当時やってて、今仕事にはなってるんですけど、フォトジンとかフォトブックとかはよく作ってたんですけど、もうこういうその人のね、感性がいろんな視点から見えるものっていうの、本当に結構憧れがあって、これ本当にリソグラフの作品、フォト、ドローイング、漫画っていう感じで、もうマボさんワールド全開にね、まず植物がテーマなんですけど、プランツという形で見れるという感じになってます。めちゃめちゃいい。このリソグラフのね、このノスタルジーな印刷も良くて、かと思えばこの植物の、ね、学名とかね、概要とか書いてあったり、でこれ紙質がね、めちゃくちゃいいってのも一個ポイントなんですけど、で、あとはこの写真ですね、作品の写真からドローイングがこうね、交互に入ってたり、いや、これめちゃめちゃいいですね。もうマボさんの絵が好きな方は絶対買いですね。ちょっと4コマ漫画っぽい感じのイラストとか書いてある感じですね。いや、めちゃめちゃ可愛い。これは本当に、あ、しかもなんか定規までついてるっていうね。これもね、だからこれめちゃくちゃいいですね。これ1個にひとまとめした感じで、この状態で販売してたんで、これは本当にときめきなお買い物でございました。本当にこういうのをね、昔憧れて作りたかったので、いや、本当に素晴らしいです。マボさんはね、ちょっと本当に雑貨販売系のイベントによく出られてるので、気になった方はぜひチェックしてみてください。これはワンフェスで買ったんですけどね。そう、ちょっとね、要チェックなアーティストさんです。さあ、そしてお次はこちらです。こちら、リパブリオンですね。前半の Vlog で紹介させていただいたイベントのちょっとお土産的グッズですね。で、こちら、これ藤崎拓磨さんのモールステッカーシリーズの同系列のデザインなんですけど、
今回ギャロミさんコラボです。藤崎さんの展示とかに行くとですね、こういうモールステッカーっていうシリーズで、毎回新作とかいろんな形のダイカットステッカーとかを販売されてるんですけど、そのモールステッカーシリーズの今回、全く新しい色とかもまたこれすごいですね、新しい感じで、ギャロミさんコラボのモールステッカーですね。色も背景紙がまた全然違う感じで、ただ一応同じシリーズなので、かなりコレクタブルな感じにはなってますね。だから本当にこのモールステッカー集めたくなっちゃう感じで、もうね、昔の最初の頃の個展とかのね、全部買ったらよかったなってちょっと後悔してるんですけど、今回はね、もうしっかり2つとも購入してます。これ2枚セットとかじゃなくて、1枚ずつ購入できるんですけど、今回2枚とも購入しました。いや、めちゃくちゃいい、このスペーシーな感じの、ね、オイド、モールオイド、めちゃくちゃいいですね。今回まだあります。こちらがビニール東京さんのイベント、これちょっと終わってしまってるイベントなんですけど、紹介させていただきます。こちら吉村家というちょっと変わった名前のイベントなんですけど、こちら吉村さんというね、あのイラスト画家さんですね、イラストレーターさん、画家さんと芸術家の方と、あとキラみどりさんっていう方の2人展っていう感じなんですけど、なんとこのお二人実の親子ということで、実の父と娘による2人展ということみたいでしたね。で、本当にこれ全然作風が違って、これ今回どっちのグッズも購入したんですけど、こちらがね吉村さんの作品で、結構ね、あの作品こう今ちょっと写真を出せたら出したいんですけど、これが多分そうなんですけど、パルマーというね登場人物がいろいろ冒険してるような感じのイラストもあったりして、これポストカードをね1枚購入しました。これ何とも言えない情景っていう感じしませんか。この1枚にすごい惹かれてしまってポストカード購入しました。ビニールさんでね、がっつり多分1時間ぐらいね絵を見させていただいてて、すごい楽しい空間でした。で、こちらがキラみどりさんのステッカーパックですね。ビニールさんおなじみのこの嬉しいステッカーパックなんですけど、デザインやばいんですよね。グラフィックとかこういったキャラクターとかね、すごいステッカーもめちゃかわな感じです。これはもう貼りたくなるステッカーですね。コレクションというかはどっかに貼りたいようなステッカーと、あとこれもそうですね。これやばい、これ。このステッカーもめちゃめちゃかわいいですね。ちょっとぼかした感じのお札にグラフィック書いてある感じですね。めちゃめちゃかわいい感じで、ステッカーセットでございます。で、今回ね、その展示とかいろいろ楽しみながらね、ビニールさんでまたいろいろ発見してきてですね、やっぱあのビニール東京さんに行くと、もうやっぱりいろんな出会いがあって、もうね、もう止まらなくなるというのがで、今ね、新しい企画展で山崎若菜さん、あのドラゴンのね、ソフビの若菜さんの展示が今スタートしたということで、早速今この動画撮り終わったらちょっとお出かけしてこようと思いますので、何やら新作のソフビの展示とか、指人形のね、ランダム指人形販売あるみたいなんで、ちょ早速で、あの早速支度して出かけてこようと思います。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。マーナの Vlog ではこういった日々可愛いものをにぐって掘って探求していく Vlog となっております。動画の感じ気に入ってもらえたら高評価ポチッと押していただけると嬉しいです。はい、というわけで、また遊びに来てください。またお会いしましょう。さよなら。